おお、ここやろ。大きな声が出る。まだずっと奥も回れるんだね。結構広いな。もしもし。あ、いやいや、ごめん。電話気づかなかった。あ、そう？いや、また来ないで。この先は花とふ花とふ小道か。千鳥橋ってなんだね。まあ、こちらに行きましょう。銀河テアート。ティアゲイチャー行ってみましょう。ここに窯がたくさんある。すみません、ずっと来るよね。今またね、枝ぶりがいいですね。松のね、この松の枝ぶりっていうのはもうまっすぐした直線的な信用とは違うからね。日本の庭園、日本を代表するのが松ですね。こちらも小屋もこれからだな。これは今日ちょうど回ったところですね。おお、この松すごいな。この松の枝ぶりって、天下一品だよこれ。なんていうんだろう。この巻き、この、巻き方を書いてあるのね。この巻きと書いてあるね。あれまたしっかり、何結びというのか結んだところがいいね。紅葉は3部4部5分までまだ行ってないね。紅葉はそう、ちょっと待ってね。はい、大丈夫です。素晴らしいね、これね、やはり茶毛線で。はい、お抹茶
茶もお出ししております、ね、よろしければ、はい、いただきます。この松が素晴らしいね、このね、はい、枝ぶりが ねハリーポッターになんか出てくるようなねすごい枝ぶりだもん、全部がね一つ一つね、はい、芸術作品だなこれは。